トレスタウは、バイエルン州、オーバー・フランケン行政管区、ブンジーデル、イム・フィヒテル・ゲビル・ゲ軍に属す、町村で、バートアレクサンダー・スバートナーゲルと共に、トレスタウ行政共同体を構成する。トレスタウは、600人のキャパシティを持つバイエルン州では、知られた、保養地である。トレスタウは、フィヒテル山地の南西周辺部高原の中心に、位置する。この町は、 公式には15の地区からなる。このうち小集落や孤立農場などを除く集落を以下に列記する。上部は銀と黒で塗り分けられた二方性の山のシルエット。下部は赤い爪を持つ熊の手が二つ、背中合わせに並んでいる。それぞれは赤い山形鉄と赤いハンマーを握っている。この町は1314年にドローズンの名で初めて文献に登場する。 トレスタウは1792年にプロイセン王国の法圓ツォレルン家が治めるバイロイト公領の一部となり1807年のティルジットの和訳でフランスの管理下に置かれた1810年バイロイト公領はバイエルン王国の統治下に移されたトレスタウは1818 18年のバイエルン王国の行政改革により独立した自治体となった 1954年にナーゲルのファーレンバッハ地区がトレスタウに編入された。1978年には独立した自治体であったフォアドルフもトレスタウに編入された。上議会は15議席からなる。ありがとうございます。